こんにちは、柴田です。今回は猫だまりのピックアップを載せてみたのでレビューしたいと思います。猫だまりといえばですね、こちらのワックス、ギター用のワックスがですね、非常に SNS で人気になってきてるんですけれども、現在ですね、ピックアップの製造も開始したと。先行してストラドがですね、出てたんですが、今現在はですね、テレキャスバージョンをオーダーで受けてくれるということでですね、千葉管楽器さんを通してオーダーさせていただきました。どういったオーダーかというと、巻き数なんかをですね、こちらの方で指定することができるんですよ。で、今回僕はですね、ウォームな感じにしたいなというのがあったので、リアに関しては、まあ、平均的な巻き数にしてもらって、フロントの方をですね、ちょっと多めに巻いてもらいました。こうやってピックアップをですね、自分の好きな巻き数とかにしてもらえるっていうのはね、非常にいいですね。ではまずはですね、千葉管楽器さんに届いた時にマイスターはですね、開封動画撮ってくれているので、そちらぜひご覧いただきたいと思います。はい、千葉管楽器マイスター大崎です。今日はですね、猫だまり工房からミツロウピックアップ届きました。オーダーしていたやつです。こちらですね、シーバードさんがですね、カスタムでオーダーしたやつになっておりますね。なんと和菓子みたいなですね、梱包になってますよ。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、中を開けるとででん、はい、使用書ですね。今回は7000ターンで9キロぐらいでですね、この特殊な線を使ってもらったんですけども、あとリアの方が9250ターンで 7.8 キロということですね。結構サウンドは狙って作ってますので、ぜひですね、シーバードさんのギターにつけて音を確かめたいと思います。さて、お、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか、この和菓子の梱包みたいなやつ。すでにもう美味しそうでさえありますよ、この。いやー、猫だまりママがデザインということなんですよ。いやー、素敵ですね。むしろこれ開けるのもったいないなっていうぐらいになっちゃってますね。いやー、ちょっと気持ち的に開けたくないぐらい可愛いんですけど、まあ使えないんで開けていきましょう。よいしょ、切っちゃうか。これはフロントっぽいです。お、あ、猫だまりワークスの文字が、すごいいいですね。ワクワクしますね。どんな音が出るんでしょうか。じゃあリアも行きましょうか。よ、じゃあ開けていきましょう。こちらはフォールピースが少し出ているのが特徴的で、あ、さあ横のですね、なんか布のこの被膜もクロスワイヤーも綺麗ですね。あ、こちらもカスタムオーダーって書いてあります。いやー、これ楽しみですね。じゃあ実際これを取り付けしていきますんで、ぜひですね、期待してくださいという感じで、非常に可愛いパッケージなんですけれども、これからね、音をお聞きいただくんですが、僕が狙っていた通りにですね、結構こう温かみのある、ちょっとウォームな感じのテレキャスター、いい具合に仕上がっておりますので、ぜひぜひですね、この後お聞きください。
I'm a dude.